平年から成田行きご利用のお客様にご案内いたします。10時15分発成田行き N494 便はご利用のすべてのお客様を9番搭乗口からご案内しております。10時15分発 ANA 成田行きご利用のお客様はお乗り遅れがございませんよう9番搭乗口からご搭乗ください。成田行きはまもなく最終のご案内いたします。ANA494 便エアカナダ6290便、ユナイテッド航空8002便、成田行きはただいまご搭乗の最終案内をいたしております。9番ゲートよりお急ぎご搭乗ください。 Final call for ANA Flight 494 Air Canada Flight 6290 United Airlines Flight 8002 Departing for Narita. Passengers on these flights, please board through gate 9 immediately. ANA から沖縄行き309便を無事に待ちのお客様にご案内いたします。沖縄行き309便のプレミアムクラスはご予約のお客様をもちまして満席となりました。まだ残りをお待ちしております。ANA から国内線ご出発予定のお客様にご案内いたします。先ほど保安検査所にて黒色のスーツケースの忘れ物がございました。心当たりのあるお客様は保安検査所確認までお知らせください。皆様こんにちは。日本航空よりご搭乗時刻とご搭乗の順番についてご案内いたします。東京成田行き14時40分発3084便の飛行機へのご案内は、11番搭乗口にて14時20分、午後2時20分予定しております。ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それぞれのご案内までお書きになってお待ちください。はじめに事前改札として、お手伝いを希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて、搭乗券またはご搭乗案内に記載されているグループ1から5の番号順にご案内いたします。国土交通省の指示により飛行機はお客様全員の着席を確認後出発いたします。機内に入られましたら速やかに乗り席におかけになりシートベルトをお締めください。ご搭乗前に化粧室のご利用や身の回りのご準備をお済ませくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。本日こちらの便を担当いたしますのは戸田でございます。お手伝いを希望されるお客様はどうぞお気軽にお伝えください。今日も回るダイヤスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。Japan Airlines flight COF4 to Tokyo Narita, departing at 2:40 p.m. will be ready for boarding at 2:20 p.m. at gate 11. We will guide you to the cabin in 4 stages. We will start with pre-boarding for passengers who require special assistance, passengers traveling with small children and expectant mothers.This will be for group 1 to 5 passengers waiting on their boarding pass or boarding information slip. Please kindly wait until your group number is called. My name is Toda and I will be assisting you for this ride. Please contact us if you require any assistance. Thank you for your cooperation and for flying Japan Airlines, a member of SIMA World Alliance.
口からご案内申し上げます。中央地30分発札幌市線行き1465号車上で出ましたレシートでお届けいただけます。小判口から離れてご案内してください。当便にて札幌市伏瀬空港へご出発のお客様は保安検査場通過後右手小判口上口からご搭乗ください。まもなくいたしますとピーチ札幌市線行き465便はご搭乗の最終のご案内でございます。乗り遅れがございませんよう、お急ぎ5番搭乗口からご搭乗ください。本日もピーチをご利用くださいまして誠にありがとうございます。ピーチから札幌市線行き465便へご利用のお客様にご案内いたします。14時30分発札幌市線行きピーチ465便はまもなく出発いたします。当便にて札幌市伏瀬空港へご出発のお客様はお急ぎ5番搭乗口からご搭乗ください。スカイマークから鹿児島空港へご出発のお客様へ飛行機の遅れのご案内をいたします。鹿児島空港行き定刻14時45分発スカイマーク637便は使用機到着遅れのため出発が遅れる見込みでございます。新しい出発時刻は30分遅れの15時15分を予定いたしております。お急ぎのところ誠に恐れ入りますがご了承の上今しばらく搭乗口10番付近にてお待ちください。本日は使用機到着遅れに伴いまして皆様の出発が遅れますことを深くお詫びいたします。ANA からご案内いたします。14時30分発 ANA309 便沖縄行きはただいま最終のご案内をしております。14時30分発 ANA で沖縄へご出発のお客様はお早く7番搭乗口よりご搭乗ください。